伊勢電気鉄道。伊勢電気鉄道とは、対象から昭和初期、三重県地方を中心とする路線を保有した鉄道会社。略称、伊勢電、伊勢電。鉄道国有法で買収された関西鉄道と、同じく、本社は三重県四日市市にあった。伊勢神宮への直通路線を建設し、特急電車の高速運転を行ったが、過剰投資によって、最終的には、 経営に行き詰まり、破綻した。江戸橋以北の路線は現在近畿日本鉄道、近鉄の名古屋線、鈴鹿線下となっているが、伊勢線として残った江戸橋以南の路線は廃線となっている。なお、宇治山田市、あと伊勢市内における路面電車、あとに三重交通新都線となり、1961年前半を運営していた宮川電機も1904年、 明治37年から1922年、大正11年の間、伊勢電気鉄道を称していたことがあるが、本校の伊勢電と資本など、直接的な関係はない。伊勢電気鉄道の前身企業は、1911年、明治44年に、伊勢鉄道、現在の第三セクター、伊勢鉄道とは、無関係として設立された。明治時代後期、 三重県伊勢地方中域の鉄道路線は、関西本線と三宮線、現在の規制本線も含むしか存在せず、これらは内陸の亀山駅をターミナルとしていたため、沿岸部が鉄道空白地帯となっていた。これを埋めるべくつと四日市を結ぼうと計画したのは、衆議院議員で伊勢新聞社長の松本孝之助であった。この松本の奔走により、鉄道と呼ばれた。 天宮慶次郎を担ぎ出すことに成功する。だが、天宮は、津と四日市の路線については、関西本線と並走していることから不利とみなし、それより、津と連帯のある被災に鉄道を引いた方が良いとして、逆に、松本をはじめ地元の資産家を誘い、伊勢京弁鉄道を設立しまもなく合併して、大日本軌道伊勢支社、中勢鉄道として、蒸気軌道を設せることとなった。 天宮の目論見みはあたり経営は順調であった。もっとも松本ら地元の資産家たちは、強く海地間鉄道を諦めたわけではなく1909年、明治42年になり、伊勢軌道として出願し、翌年に京弁鉄道法が交付されたので、改めて伊勢鉄道として出願し、10月に免許状がカフされた。1911年、 明治44年11月に創立総会を開き、資本金50万円、1万株と松本が社長に就任すことが決まった。早速測量が開始された。測量を担当したのは、大株主の冴下東吉が率いる冴下電気商会で、機関車や機場の調達も仲介することになった。ところが、用地買収に手間取り工事着手が延期された。1913年、 大正2年4月になり用地を取得したところから工事に着手したものの間もなく工事中断となり再開したのは1914年大正3年6月であったまた資金面でも問題が発生した1914年大正3年7月に株式の2回目の支払い期限であったが延滞者が続出した9月10月に延滞者13人 約4000株が失権するという異常事態となり、事件は損害賠償請求として訴訟沙汰となった。失権者には松本孝之助や冴加東吉、井上徳次郎などの会社役員が含まれていた。裁判は会社側の勝訴となった。こうした問題を抱えながら、ようやく1915年、大正4年9月に一審、田町白子館を部分開業させることができた。 1915年、大正4年から区間開業を重ね、1924年、大正13年に、津市、後の津新地四日市間を開業させた。この時点では、四日市と津を結ぶことを目的とした、局地的な鉄道会社であった。この段階で、国が伊勢鉄道を買収しなかったことが、後年日本鉄道建設公団による伊勢線。 現在の伊勢鉄道の建設につながる。開業時点では、国鉄との貨車直通を考慮して、基間を 1067mm の強気としていたが、単線非電化の軽便鉄道とされていて、路線規格は低く、さらに鉄道技術者に恵まれなかったことや、集落を縫うために、急曲線が各所に存在する路線となっていた。 伊勢鉄道が大きく飛躍するのは1925年、大正14年、地元、四日市出身で、東海の飛翔軍と呼ばれた豪安の有力実業家、熊沢和江が社長へ就任した頃からである。当時各地で持ち上がっていた電鉄ブーム時を一にして、この路線を電化し、桑名及び大神宮前、伊勢神宮下空前への延長や養老電気鉄道の合併、 1929年、昭和4年に実現などが格索されるようになる。こうして、当初から直流線5 0 0 v 電化による高規格な電化工事が開始され、1926年、大正15年9月11日には社名を伊勢電気鉄道と改称。同年末から電車運転を開始する。南での伊勢神宮、北での桑名への路線延長も進捗し、 当面の路線網拡大を1930年、昭和5年までに、ほぼ実現させた。新規建設区間が、比較的高規格、伏線電化の路線となったのに対し、電化前からの既存区間は低規格路線を電化した、もので、四日市とつの漁市内では、市街地を避けるための強引なルートを取らざるを得ず、極端な急カーブ区間が生まれた、四日市駅北の全工事カーブが、 特に著名。桑内北では、名古屋への乗り入れを計画したが、世界恐慌の影響や過剰を通し、さらに、木曽川、長良川、伊比川、木曽三線越えのための関西、本線急橋梁払い下げに絡んだ、義獄事件のため、経営難に陥った。労使紛争なども生じて、経営破綻状態となった伊勢電をめぐり、明記鉄道、愛知電気鉄道、 いずれも現在の名古屋鉄道、名鉄の一部と、三宮急行電鉄、三急現在の近畿日本鉄道、近鉄の一部が争奪をしたが、九百三十六年、昭和十一年九月十五日に競合会社であった、三宮急行電鉄に合併された。伊勢神宮へのルートとしては、すでに八百九十七年、明治三十年から、国鉄山宮線があり、また、 伊勢電と同年月には、大阪からの直通線である、大阪電気軌道、大気、三宮急行電鉄の路線、現、近鉄大阪線、他線も開業していた。三級の計画が進んでいた頃、同社側では、伊勢電と三級は提携し、三級は伊勢への路線を、伊勢電は名古屋への路線を建設して、共存共栄を図るべきだという提案を、伊勢電に対してしたことがあった。 これには、すでに名古屋への進出を目論んでいた三位祖が、京阪電気鉄道系の名古屋急行電鉄、建設されずに、未成線となった夜大阪名古屋間の路線が、建設される前に、一部提携であっても、自社の関与による、同区間の運転実績を作っておきたいという、思惑も隠れていた。しかし、伊勢電は、大阪警視本の企業である三級に対し、 地元企業としての誇りから対抗意識があり、定携案に応じようとはせず、逆に競合線となる異性の路線を優先して建設した。これに多くの資金を使ったものの、競合線であって乗客像にもさほど結びつくものでなかったことから、結果的にこれが同社にとっての致命傷となった。東海道本線には大垣駅で接続していたものの、 大都市である名古屋に直結できなかったことが、利用客が伸び悩むなど、伊勢電の経営において大きな悪要因となり、三路線競合の加藤競争の中で脱落せざるを得なかったと言える。桑内北からの名古屋直通は、伊勢電気鉄道が、三宮急行電鉄に九州合併された後の1938年、昭和13年に、三宮急行電鉄系列の関西急行電鉄、 石球殿の手によって実現している。その後いくつかの変遷を経て、1944年、昭和19年には、現在の近畿日本鉄道、近鉄が発足した、厳密には、旧南海鉄道の路線を含んでおり、これは1947年、昭和22年に、南海電気鉄道として分した。なお前述の通り、 伊勢電気鉄道を起源とする名古屋線などは、期間が 1067mm となっていたが、そのうち名古屋線と鈴鹿線に関しては1959年、昭和34年に、伊勢湾台風で甚大な被害を受けたのを機に、大阪電気機道、三宮急行電鉄が付設した路線と共通の 1435mm、標準機に改め、大阪名古屋間の直通運転を実現させている。 また随所に存在した旧カーブ区間、単線区間なども、1942年、昭和17年に山田線と競合するという事情で廃止した、新松阪大外神宮前館で用いられていた資材を使うなどして、戦時中から昭和30年代までに多くを解消した。1934年、昭和9年12月15日現在、電車については、 電化当初の1926から1927年に製造された15メートル級の手動加速 SME 直通ブレーキ付き小型車グループと大神宮前延長による高速運転に備えて1928から1930年に製造された17メートル級自動加速自動空気ブレーキ付き中型車グループに大別される線の細い直線基調のボディスタイルを胸とし 一部は窓状に半円形の飾り窓を備えていたことも特徴である。大半の形式が独立した乗務員室扉を持たず、また電動車はデファ121系以外すべてて小荷物室を設置しているなど、ローカル色の強いレイアウトでもあった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。